アークシステムワークス、トリガー、 A プラスゲームズ、アフロフレームワーク。キルラキル、ザゲーム、イフ。ゲームスタート。本能寺学園を名実ともに支配する生徒会長、鬼龍院サツキ。サツキは生命繊維を織り込んだ極制服により、四天王を中心に本能寺学園の生徒を鍛え上げていく。全ては本能寺学園の理事長であり、世界的アパレルメーカーリボックス社の CEO であり、実の母親である鬼龍院蘭陽に反旗を翻すためだった。そんなサツキの前に予想外の邪魔が入る。肩立ちバサミを持ち、カムイ鮮血を着て父親の敵を求めるマトイ龍子。鬼龍院蘭陽との決戦の前に極制服の仕上げを行おうとしていたサツキは、そんな龍子すら駒の一つとして利用する。マトイ龍子にカムイ鮮血、極制服の仕上げに付き合ってもらうとしよう。せいぜいその力を振るうがいい。一同、生徒会長鬼龍院サツキ様である、敬重せよ。本日本能寺学園生徒会の体制を白紙に戻す。全ての生徒は全ての生徒への攻撃権を持つ。いつぎ陰謀闇討ち、何でもありだ。7日後、生きて皇帝にたどり着け。そして己の地位を己の力でつかみ直せ。これぞ第1回本能寺学園解散総選挙である。選挙とはお前たちが誰かを選ぶのではない、お前たち自身がお前たち自身で選ぶのだ。この地位を、力を、生き方を、
7日後の午前8時30分、この校庭にたどり着いた者たちで決戦投票を行う。互いに戦い、勝ち抜け。改めて、新しい極征服を与えよう。さあ、本能寺学園の腹からよ、戦え。腹からよ、7日間の視線をくぐり抜けてよく決戦投票のこの場に集まってくれた。だが諸君らの戦いはこれからだ。これまでの7日間の戦いは全て記録されている。それを踏まえ、ここでの戦いの成果により、まず新しい三つ星の生徒から決めさせてもらう。5つの塔、ここに立つ者を上位候補として決戦投票を行う。これだけの力を持ってしてもまだ足りない。今の戦力では勝率5割にも届かない。3割あれば有効か。イオリ、データは取っているか。はい、サツさん。ただ、今のところはそれほど優位なデータは取れておりません。相手が二つ星以下では無意味か。三つ星同士、あるいはカムイとの戦闘データを取れればよいのです。心配せずともすぐに取れる。三つ星極征服の仕立て直しも含め検討せよ。かしこまりました。
なるほどな、四天王の名前は伊達じゃないか。当然の結果でしょ。サツキ様、我ら四天王、この決戦投票の場で新たなるルールを提案する。ん？1対1でマトイ・リュウコとの戦いを所望したい。どうせ戦うならこのくらい派手な舞台じゃないとね。解散総選挙のクライマックスを飾るにはふさわしいかと思いますが。それも一興か。闘志頂上決戦だ。マトイ、四天王と戦い勝ち抜け。そうすれば私が相手してやろう。なんだと？父親の死について知りたいのだろう。お前が勝てば語ってやろう。いいだろう、やってやる。すぐにお前の元にたどり着くから、首を洗って待ってろ。マトイ、四天王をなめるな。これはサツキ様の最強の盾だ。敵様を打ち砕く。冗談じゃねえ。てめえなんかに負けてちゃいつまでも父さんの仇にたどり着けねえんだよ。必殺戦意喪失。もう後がないぞ。こんな当たり前のデータしか取れないんじゃ期待外れ。行くぞ、鉄血。こんなところで止まれないからな。戦意喪失。奏でなさい。あなたは不協和音よ。今かき消してやる。そろそろお返しだ。戦意喪失。行くぜ、三つ星国政府剣の僧。改め戦意喪失。四天王を相手に勝ち抜くか、マトイ・リュウコ。次はてめえの番だ。申し訳ありません、サツキ様。どういうこと？転校生のやつ、いつの間にこんな力を。わからない、だが確かに以前のデータよりも飛躍的に強くなっている。くそ、一旦マトイに敗れるとは。なぜだ、一体俺に何が足りていない。さあ、約束を守ってもらうぞ、キリュウイン・サツキ。面白そうな催しをやっているのね。お母様、どうしてここに？僕もいるよ。サツキ様、久しぶり。グランクチュリエまで。どうした、サツキ、何か都合の悪いことでもあったか？いえ、ただお母様が来られると知っていれば歓迎の準備もできたのですが。良い、母親が娘の様子を見に来ただけだ。ずるいよ、サツキ様。あんな面白そうな子がいるなら教えてくれないと。てめえら、さっきから何をグダグダ言ってやがる。私の相手をするのかしねえのか、はっきりしやがれ。サツキ、私たちのことは気にせず進行なさい。マトイ・リュウコ、約束だ。相手してやろう。
仁義圧倒、カムイ純潔。様、純潔の着心地はいかがでしょうか。ご指示いただいた調整は滞りなく完了しておりますので、いきなりの実戦投入となり申し訳ございません。構わん、ガードブレイ。俺といった問題はないが、わずかなほころびもなく着心地も快適そうなものだ。いよいよくや。身に余るお言葉ありがとうございます。それではマトイリュウトとの戦闘で性能チェックおよびデータ収集を行います。戦闘のルールや収集データについてはこちらから説明しますので、サツキ様の準備ができましたら始めます。こちらの準備は整っています。今すぐ始めて構わんよ。承知いたしました。それでは性能チェックを開始します。まずはじめに戦闘の勝利条件について。敵に攻撃を当てると画面上の体力ゲージが減少します。その体力ゲージを空にすると勝利。ありえないことですが、サツキ様の体力ゲージが空になると敗北となりますので、ご注意。基本となるアクションの説明をさせていただきます。基本アクションは移動、ジャンプ、ガード、ステップ、追尾ダッシュの5つです。各アクションの操作方法は画面に表示していますので、そちらをご確認ください。それではデータを取りますので、操作をサクス様ありがとうございます。基本アクションのチェックが完了しました。続きまして、近接攻撃の説明に移ります。近接攻撃は文字通り近くの敵を攻撃する場合です。上または下に移動しながら近接攻撃を行うと対空攻撃に変更。お見事です。近接攻撃のデータで収集できました。近接攻撃に続きまして、遠距離攻撃の説明に。遠距離攻撃は敵ありがとうございます。遠距離攻撃のデータで収集できました。次にブレイク攻撃の説明に。ブレイク攻撃はガードしている敵にもダメージを与えられる強力な攻撃で、さらに攻撃を当てるとガードブレイを吹き飛ばすことも可能です。また吹き飛ばした後ガードブレイジャンプ。さすがです。さすがです。ブレイク攻撃のデータで収集できました。次はこれまでの応用です。ジャンプや追尾ダッシュにいずれかの攻撃を行うと通常と異なる攻撃カウンターヒット。ジャンプと追尾ダッシュそれぞれの状態で攻撃の確認をお願いします。ガードブレイク。お客様やめちゃくら頭当たれ。カウンターヒット。頭当たれ。カウンターヒット。どの程度そこだっけ。まだまだやりやがったそこだっけ。やりやがったな。カウンターヒット。この程度、ゾーロは逃がすか。逃がしはしない。やろう。次が最後の説明。体力ゲージの下にある黄色いゲージは FP ゲージという強力なアクションをするために必要になる。 FP ゲージ敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりガードをすると溜まります。SP ゲージが 50% 以上あると強力な必殺攻撃を繰り出すことが可能です。そうだ、ゾウルちゃんだ。いざまずかねえ、刀を振るまでもない。貴様か。貴様、ご協力いただきありがとうございました。さつき、戦闘の途中ですがデータ収集が完了しました。ただいまより解析を開始しますので
作戦はマトイとの戦闘に集中してくださいああ決意表明演説開始帰れよ知れ者貴様らは服を着たただの部下だ家畜の戯れ言など聞く耳持たん自らの部をわきまえるがいい開け終了カウンターヒットカウンターヒットカウンターヒット引かねえよ引かねえよ決意表明演説開始聞けよ愚か者よ貴様らは体制に飼いならされ、ノーノーと生きる不屈せ反論側論破終了どの程度やろよっほっくりよっみんな、ガラキル着ガーサツキ様、データの解析が完了しました。各種数値に異常はなく、問題ありません。以上で性能チェックは終了です。今後もあらゆるサポートはお任せください。サツキ様の悲願達成に向け、我々裁縫部の総力を挙げて、粉骨砕身尽力いたします。貴様の力はこの程度か。くそ！前にやった時よりも強くなってやがる。次はこうはいかねえからな。覚えてろ！行くぞ。なかなか面白い見せ物だった。いえ、つまらぬものを見せてしまいました。僕としてはさっきの子が気になるの。リュウコちゃんだっけ？それにあのカムイ。マトイリュウコとカムイの件は全て私が始末をつける。いらぬ手出しをした場合は、たとえグランクチュリエだろうと容赦はしない。今回の解散総選挙で準備が整いました。近日、サンと制圧修学旅行に出ます。そう。吉報を待っているわ。サツキ様、またね。